蜀軍は繁盛の死地を乗り越えた。しかし勝敗よりも大きなものを失う。軍神乙、希代の英傑関雲長は繁盛に散った。その背景には慶州と関羽をめぐる義語の思惑があった。関羽の北進を恐れる葬儀は慶州を報酬に呉に共闘を要請。慶州を蜀が領していることを不服とする孫悟はこれを了承。蜀との盟を破り関羽を討つべく慶州へと進攻したのである。かくして関羽は倒れ、魏は一時の安寧を、孫悟は慶州を得た。乱世における三国の定立、その均衡はあまりにも危うい。それぞれの思惑を乗せ天下はこれからも揺れ続ける。そして今生徒の劉備に秘宝がもたらされる。お前たち、雲長、雲長はどうした？父は殿に、兄者にすまぬと。おお、雲長。でね、今はお聞きよ、張飛軍の長達ら離反、張飛殿を手にかけ呉に下りました。なんと、欲得まで。これらはすべて孫悟の策によるものでしょう。もはや将校殿、すまない、そなたに辛い思いをさせてしまう。だが私はやらねばならない。孫悟、葬儀を打ち陣の世を築く、それが我が兄弟たちへの手向けだ。かつて三人の男が桃園にて義兄弟の契りを交わした。生まれた時は違えど同じ時に死せん。しかし今繁盛に関羽が倒れ、張飛も部下の造反で命を落とした。一人残された劉備、その悲しみは深く怒りは激しい。それから時を置かず魏では曹操が没し、曹丕がその後継となる。曹丕は五冠の帝から禅譲を受けると自らを義弟と号した。これを知った劉備は漢の世を継ぐべく蜀漢の帝の座につく。年が明けると劉備はまず義兄弟の仇である呉の征討を宣言。上将となった諸葛亮の制止も聞かず自ら軍を率い進発した。劉備を守るは張雲、そして義兄弟の忘れがたみ張宝と漢口。体得の悲嘆と怒りは医療に旧敵を打ち果たせるか。
信じる者のため、趙紫龍、いざ参る。に戻れって。結構。私にも実戦の経験はある。趙、なぜ私を止めようとする？危なっかしいんだ。お前を見てるとなんだかな。もう子供ではない。子供ではいられない。観光は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち合いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。行くぞ観光、長方、敵を討つために。文長、欲得の無念を晴らす。みなすめ、もう根絶やしにするのだ。行くぞ三家、この命と引き換えにしても邪魔を撃つ。趙雲様、ルビ様がいなくなりました。本陣から林を抜け東へと進まれたようです。明日私は劉備との多数、趙方と本校は南へと軍を進めてくれ。趙紫龍、
はや五の精力勇武殿ご無事だ。被害は大きいようだ。一刻も早く劉備殿を見つけ出さねば。天霊劉備様を発見。リクソンと交戦中です。劉備殿が見つかったか。今すぐ援護に向かわねば。自分を抑えられませんでしたか。と急いでお助けしなければなりませんね。超支流と劉備殿、お無事ですか。あなたに殺しなわけにはいきません。おお、すまん、心配をかけてしまったな。今は劉備を撃つまたとない好機です。あなたに邪魔はさせませんよ。すまぞ、本郷を滅ぼし兄弟たちの敵を討つ。このまま劇場に任せ進んでは危険です。殿は足づちでお連れしましょう。敵を撃たねばならんのだ。殿、しっかりなさってください。今の殿は陣を見失っておられます。陣、皆の敵を抑えるため今は交代しよう。を阻
阻まれたか。突出したばかりに。どうも、我が自虐を見させてもらおうか。さすがです。その調子でお願いしますよ。Thank you.
やがったな。けど邪魔はさせっかよ。野郎ども撃ちまくれ。奴らの足を止めろ。敵が潜んでいましたか。先へ進むためには倒すしかありませんね。さあ鈴の関連が相手を超死気合入れてかかってこいや。超死竜ファイト。
頼りがいがあるって感じです。みんなすまない。兄弟を失い、みんなを傷つけ、私は劉備殿、早く劉備殿を安全なところへお連れしろ。